さんこんにちは、未来です。大家好、我是未来。今日は台湾に住んでびっくりしたこととか、台湾と日本の違いについて私が気づいたことを紹介していきたいと思います。一番にびっくりしたことはバイクの量の多さです。本当にバイクはめちゃくちゃ多くて、あと信号が青で横断歩道を渡っていても曲がってくるバイクがめちゃくちゃいるので、本当に横断歩道をまっすぐ歩けないぐらいバイクを避けながら歩く感じで、その交通の部分は本当に日本と違うなって思いました。びっくりした。はい、次2個目、そのさっきバイクだったんですけど、次は移動でよく乗る電車。電車はめちゃくちゃ綺麗です。私は台北にあるあの MRT しか乗ったことないんですけど、 MRT はすっごい綺麗で、その理由は多分食べ物飲み物が一切禁止だからかなって思います。本当に誰も食べてもないし飲んでもないです。でも私が日本は全然っていうの、飲み物ぐらいは OK だと思うんですけど、そのくせで改札に入った時に飲み物を飲もうとしちゃったんですよ。で、あっと思って気づいた、ここに持ってきた瞬間マスクもずらして、その時におじさんにすごい怒鳴られました。私もその時おじさんに怒鳴られた瞬間に私も自分で気づいたから飲まなかったんですけど、本当に厳しいんだなと思って、そこからはもっと気をつけようと思って、電車乗ったら絶対に飲み物は飲んじゃダメだって頭に入れて気をつけてます。だから2個目はなんだ、電車がめちゃめちゃ綺麗で、電車の中は食べ物飲み物絶対に禁止っていうところ。あ、でも日本との違い、電車編ではもう1個、電車の中では携帯の電話は日本ではしちゃダメだと思うけど、台湾では電車の中で結構電話してる人は見かけます。電車関連でもう1個あった、私がすごい好きな部分があって、それは日本でいうスイカとか、なんだっけ、あとスイカとか、あの交通系のピッていう、電車乗るときにピッてするチャージするやつがすっごい台湾の可愛いの。私が一番最初に買ったのがこのキティちゃんのやつ。これはあの駅にある、普通に切符を買うとかそういう機会でこれを買ったらキティちゃんが出てきて、めっちゃ可愛いと思ってびっくりした。これ可愛い。それなのに他にはじゃーん、シナモンとかもあるの。これで電車に乗れます。チャージしとけば電車に乗ったり、コンビニでお金を払ったりすることができる。めちゃめちゃ可愛い。で、最後にびっくりなのが、じゃーん、これめっちゃ可愛くない？おじゃ魔女ドレミのこのステッキのやつなんですけど、もうめっちゃ可愛くてやばい。これ見た時私びっくりして、こんなのあるの？と思って、本当に可愛すぎる。で、これもあの MRT の乗れたり、コンビニで払えたりするんですけど、これはまだ使ってないんだけど、使うとここタッチするとここの上が光るみたいで、めちゃくちゃ可愛いなと思って、この IC 系のカードっていうのの種類がめちゃくちゃ豊富で、こういうやつの以外にもなんかカップラーメンのキーホルダーバージョンだったり、台湾ビールのお酒のキーホルダーだったり、いろいろあって、もう集めたくなるぐらいめちゃめちゃ可愛いです。本当に可愛い。これお気に入りです。日本だと本当に絵は描いてないですよね。普通にスイカって書いてある、本当にシンプルなやつだと思うんですけど、台湾はいろんなキャラクターとコラボしてて可愛いです。次はトイレが和式が多いことです。和式って私も日本で本当に
小さい頃、小学生の時とかにしか学校に和式のトイレなくって、最近はあんまり駅とかでも見ないと思っていたんですけど、台湾はめちゃめちゃ和式のトイレが多くてびっくりしました。台湾の駅とかはほとんどが和式の方が多いんじゃないかなっていうぐらい和式が多いと思います。あとトイレ関連で言うと、トイレットペーパーがトイレの入り口にめちゃめちゃ大きい、あのなんていうの、トイレットペーパーがポンって置いてあって、そっから取ってからトイレに入るっていう感じ、トイレの個室にない時もあります。だから個室に入る前に確認しないと、入り口にあるので確認してから入る。それが日本と違うかなって思ったところ。あとは店員さん、外食に行ってもなんかどこに行っても買い物とかに行っても必ず最後に店員さんがバイバイって言ってくることが、最初は私本当にびっくりして、なんでだろう、私友達だっけって最初思っちゃってたんですけど、台湾はバイバイはなんていうの、ありがとうございましたみたいな、そんな感じの挨拶なのかな、わかんないんですけど、日本ではバイバイは友達とかにしか使ったことがなかったから、店員さんには本当に言われたことがなかったから、最初本当にびっくりして、えって思ったけど、台湾はみんながバイバイって言うんだと思ってから、私もなるべく店員さんにバイバイって返したかったんですけど、最初は慣れなくて、あバババみたいな、ちょっとバイバイでちゃんと言えなかったなって思います。日本だとバイバイは多分店員さん言ってこないよね。そこがびっくりしました。これが最後になるんですけど、私が一番失敗したことなんですけど、私が一番初めに隔離生活が終わって台湾の外に出た時、家の外に出た時に、まず最初に電車に乗ろうと思って、さっきのカード、交通カードを作ってチャージをしたんですよ。その時に私は300元チャージをしたかった。で、それで300元をチャージするのに、チャージする機械にまとめて300元を入れたの。そしたらなんか表示されたのが100元しかなくて、えっと思って、でおかしいと思ったんだけど、そこはなんか私が間違えたと思ってたのね。そしたら一番最初の方の YouTube にも上げてある動画で、みんながコメントで教えてくれて、一度にやったらダメだよって。そう、それでやっぱり私はあの時に、100元以上入れてたんだなって気づきました。だから台湾は1枚ずつこうちゃんと入れないといけないと思って、その後にも私間違えたことがあって、次2回目にチャージをする時、その時は私は500元をチャージしようと思ったんですよ。でもその時のチャージもまだ2日目、台湾に出て2日目とかだったから、お金もあんまり理解してなくて、500元をチャージしたかったのに私は5000元を入れたの。やばくない？5000元、日本にすると2万5000円ぐらいをチャージしちゃってて、でそれもずっと気づかなくて、私のこのカード私のこのカードなんかいつになってもお金なくならないなと思ったの。そしたら一番さ、その時にチャージしてたのが、私500件じゃなくて5000件をチャージしてたから、全然なくならなくてずっと乗れてたってわけで、もうめちゃめちゃびっくりしました。はい、そんな感じです。私が台湾と日本の違いで驚いたことはとりあえずこのぐらいかな。まだまだあるんですけど、また今後も少しずつ紹介していきたいと思います。みんなは聞いて、私の話を聞いて逆にびっくりしたこととかありますか？よかったらコメントで教えてください。それではまたね、バイバーイ。